皆さんこんにちは。こちらはフライングモール DADM100 プロです。発売は2004年、当時の価格は35,000円でした。弁当箱と同じくらいのサイズで 100W の出力が可能でした。今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このアンプの主なスペックは次の通りです。変換効率は 85% を達成したといいます。歪み SN 比ダンピングファクターも優秀です。重さは 650g しかありません。これが本当ならそれまでの常識を打ち破る画期的な商品です。このアンプにはいくつかのバリエーションがありました。主な違いは入出力端子です。 XLR、スピコン、バナナ、RCA の他に 12V の直流電源で使えるタイプもありました。中身を見ていきます。スイッチング電源をアンプにしたような構成です。ところどころオリジナルのハイブリッド IC が使われています。これは出力のローパスフィルターです。抵抗がついていますね。この値からするとダンピングファクター200はなさそうです。動作に問題ありませんので測定していきます。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。 1W から定格までフラットです。4オームの限界は 140W です。カタログには 160W とありましたが、若干届きません。多少広域がドロップしていますが、問題ないレベルです。ノイズと歪みを見ていきます。線が下にあるほど高性能です。オレンジの線が今回のアンプです。アナログのハイファイアンプに比べると多いですね。100W でも 1% くらいなので、定格で 100W 出るというのは本当のようです。こちらは実際の波形です。細いヒゲがたくさん見えます。こうして見ると結構汚いですが、人間の耳には聞こえません。効率がいいという話でしたので消費電力を確認します。アイドリングはだいたい 5W です。 100W まで上げていきます。今が 100W ですが 122W しか食べていません。驚異の高効率です。発熱もあまり感じません。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。ダイナミックレンジは 1W で 100dB あれば十分です。ここは全く問題ありません。ダンピングファクターを見ていきます。カタログスペックは200でしたが、実際は30くらいです。このアンプはローパスフィルターの虹側にもフィードバックがあるようですが、あまり効いていないようです。以上が音に関係する結果のすべてです。アナログのハイファイアンプに比べると劣りますが、このくらいならオーディオ機器として十分使える性能です。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。
今回は ABX テストをご覧いただきます。これは最初に AB2 つの音をお聞きいただいて、次の X が AB のどちらか当てていただくテストです。このアンプはノイズと歪みが大きめでしたが、果たして聞き分けできるでしょうか？耳に自信のある方は AB どちらがアンプの音か当ててみてください。いかがでしたでしょう。正解は次の通りです。フライングモールは小型、軽量、高効率を実現した画期的な商品です。ハイファイアンプに比べると性能は劣りますが、オーディオ機器として十分使える性能です。商業的には失敗でした。技術主導で用途がはっきりしないものを作ってしまったように見えます。業務用には小さすぎて、組み込みには大きすぎて、ハイファイオーディオには中途半端です。オーディオアンプは大きくて重くて効率の悪い製品が好まれていましたから、正反対のコンセプトです。地面の中にいるはずのモグラが空を飛ぶというのも現実離れしていて、音響機器のイメージに結びつかないものでした。このアンプの優位点はやはり持ち運びが容易なことでしょう。カバンに入る 100W のアンプをモグラはともかく空を飛ぶように持ち運べる、このような商品は他にありませんし、それが必要な人にとっては魅力的な商品だったに違いありません。ご視聴ありがとうございました。